特作品135は、ドミートリー・ショスタコービチが作曲した公共曲である。この曲において、調整はあまり機能していないが、前半では、途端調が認められる。11の楽章から構成される。ソプラノトバスの独唱がついており、マーラーの公共曲、第一の歌との類似性が指摘されている。歌詞は、ガルシア・ロルカ、ギオーム・アポリネール、ビルヘルム・キュフ・ヘルベケル、 ライナー、マリア・リルケの詩によるもので、いずれも詩をテーマとしている。無調、十二音技法、トーンクラスターなどの当時のソビエトでは敬遠されていた前衛技法が、ショスタコービチなりに昇華した手法で用いられていることが、特筆され、前述のマーラー、ムソルグスキー、ブリテンなど、ショスタコービチ自身が好んだ作曲家の影響が見られる。また楽器編成は、 弦楽と打楽器のみという特殊なものとなっている。なお、この曲は、ベンジャミン・ブリテンに検定され、ブリテンによって1970年のオールドバラ音楽祭にて、英国での初演がなされている。1969年9月29日、ルドルフ・バルシャイ式モスクワ室内管弦楽団、この曲の作曲のきっかけは、ショスタ・コービチが1962年に、 死の歌と踊りの還元楽向けの編曲を行ったことに由来する。ショスタコービチは体調の悪化から死を意識するようになり、この作品を一つの集大成とみなし、入院過療中にもかかわらず、4週間でスケッチを完成させた。作曲家は、この作品は画期的なもので、数年間にわたって書き溜めていた作品はこのための下準備です。と、 知人への手紙に書いている。初演前の1969年6月21日には、作曲家自身の強い希望により、モスクワ音楽院賞ホールにおいて、リハーサルが行われている。ショスタコービチは、この時のスピーチで、人生は一度しかない。だから私たちは、人生において誠実に、胸を張りはじることなく生きるべきなのです。と述べている。リハーサル中、 同席していた共産党幹部パーベル・アポストロフが心臓発作で倒れ病院に担ぎ込まれた。アポストロフがジラーノフ批判でショスタコービチを批判し窮地に追い込んだ事実を知る人々はショスタコービチの作品のたたりと噂した。初演には当初ガリーナ・ビシネフスカヤが予定されていたが多忙でスケジュールが確保できなかったため。 初演を急いだ作曲者の希望でミロシニコワが起用された。このことを知ったビシネフスカヤが激怒し、ミロシニコワとの関係が悪化。バルシャイの仲介で、初演の1週間後の10月6日のモスクワ初演にビシネフスカヤを起用することで解決を図った。11の楽章からなる。演奏時間は約50分。深いところからアダージョバス独唱と弦楽合奏。 歌詞はロルカによる。主題の冒頭は、ディエスイレを模したものとされる。さらにこの主題は、第10楽章で改装される。マランゲーニアレグレットソプラノ独唱とバイオリン独奏、カスタネット、弦楽合奏。歌詞はロルカによる。ローレライアレグロモルトアダージョ2重章と、ムチ、ベル、バイブラフォン、シロフォン、ジェレスタ、弦楽合奏。歌詞はアポリネールによる。自殺者、 アダージョソプラノ独唱とチェロ独賞と弦楽合奏。歌詞はアポリネールによる。心して、アレグレットソプラノ独唱とトムトム、ムチ、シロフォン、弦楽合奏。歌詞はアポリネールによるもので、兵士とその姉妹の近親相関をテーマとしたもの。冒頭のシロフォンは十二音からなる音列を奏でる。晩年のショスタコービチが時折用いた十二音技法のショスタコービチ流解釈である。 古今東西の十二王音列の中で最もメロディに富んだ音列の一つと言える。マダム、ご覧なさい。アダージョ二重章とシロフォン、弦楽合奏。歌詞はアポリネールによる。ラサンテ監獄にて、アダージョバス読唱と、弦楽合奏。歌詞はアポリネールによる。コンスタンチノープルのサルタンへのザポロージコサックの返事、アレグロバス読唱と、弦楽合奏。歌詞はアポリネールによる。 オーデルウィーク、デルウィークアンダンテバス読書と、弦楽合奏。歌詞は、キュフヘルベケルによる。詩人のジラルゴソプラノ読書とバイブラフォン、弦楽合奏。歌詞はリルケによる。結びモデラートに重賞とカスタネット、トムトム、弦楽合奏。歌詞はリルケによるもので、人生の結びである詩の賛美をテーマとしている。 曲の最後ではバイオリンが10パートに分かれ、激しい不協和音を奏でる。これは、リゲティやペンデレツキ等の用いたトーンクラスターを模したものとされる。ありがとうございます。